の週末がその AKB グループで夏祭りってのやってて握手、はい、会の間にこう縁日とか。 あと、カラオケ大会みたいなのやってて。あ、本当にじゃあこう、なんですか、盆踊りとかをやっちゃうような地域の夏祭りみたいのを AKB グループでやってたんですよ。そのカラオケのステージでメンバーの古川愛理ちゃんと、桜んぼキス爆発ダマンを歌って帰るっていう。これね、今わかる人びっくりしてると思いますよ。ええ。あの、えっとですね、あの、あんまり調べないで。モダイクウェブだよね。 多分、あの曲、<laughs> モザイクウェブっていう、あの、秋葉系の電波ソングの回想みたいな人たちがいるんですよ。はい、の人たちが、琴子さんっていうシンガーに提供した、えっ、ー、と、電波ソング中の電波ソング、はい。素晴らしい名曲です。それを歌ってたんだ。歌って、ええ。 あの、一部、一部がざわつくっていう。そうでしょう。え、てか、ざわつける人がエリートですよ。そうです。ああ。らちょっと昼間にそれはやめなさいって怒られたんで。そうでしょう。あのね、ちょっとも週末に M ステとか出てた人のやることじゃないです。ただ、あの、ゲームはやったことないんで。あ、曲だけね。曲がやっぱ有名なので、うん。っていうところですね。すごいなあれは名曲で名曲みたいな話を今。知ってる人は知っている。え、名曲の名の字がはじめは名古屋の名。もう一つの方は迷う方の名。え、で書いていただいている。